ベアトリチェ・シュフィドニツカは、神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世の最初の日、ドイツ王妃及びバイエルン皇妃の称号を有した。ヤボルシュフィドニツァ・コーボルコ1世の次女、母は、ブランデンブルクザルツベデル編教博夫5世の娘ベアトリクス。ドイツでは、ベアトリクス・フォン・シュバイトニツと呼ばれた。ベアトリチェは、ヤボル公爵夫妻の住人人いる子供たちのうちの第三子だった。 シフィドニザコベルナルト、ヤボルコヘンリク一世、ジェンビツェコーボルコ二世は弟、シモバイエルン公シュテファン一世の妻ユディタは姉である。また、母ベアトリクスは父ボルコ一世の死後に、ビトムコブワディスワフと再婚したため、母とビトム公爵との間に生まれた、コジュレコカジミエシュとエウフェミアの二人は、イフテーマイである。年に、父が若くして亡くなると、 ベアトリチェとその兄弟姉妹は母方の叔父であるブランデンブルクザルツベデル辺境博ヘルマンの後見家で養育された。1305年、弟のベルナルトが成人して両国を統治し始めるに伴い、ベアトリチェと他の兄弟の後見人の地位はベルナルトに移った。ベルナルトはバイエルンと同盟を結ぶことを望み、姉のベアトリチェに上バイエルン公ルートビヒヨンセイトの 演談を持ち込んだ。ベアトリチェとルートビヒ四世との結婚式は1308年10月4日に取り行われた。ベアトリチェは夫との14年間の結婚生活のうちに6人の子供を産んだが、うち成人したのは3人だけだった。夫のルートビヒ四世は1314年10月20日にドイツ王に選出されたが、ルートビヒ四世に反対する陣営は、 オーストリア公フリードリヒを10月19日にドイツ王と宣言していた。二人のドイツ王位をめぐる争いは、ベアトリチェの存命中に解決に向かうことはなかった。このため、ベアトリチェのドイツ王妃の称号は、フリードリヒの妻イサベルデ・アラゴンのそれと並立する状態にあった。ベアトリチェは夫が神聖ローマ皇帝として、正式に退官する6年前に亡くなった。 ベアトリチェの死の2年後、ルートビヒ4世は、エノージョハクマルガレーテと再婚した。ベアトリチェは、夫の間に6人の子供を設け、うち3人が成人した。マティルデ・マイセンウハク・フリードリヒ2世と、結婚ザン・ルートビヒ5世からウェバイエルンコブランデンブルクウハク、チロルク、アンナ・アグネス・シュテファン2世イシモバイエルンコウ、エェバイエルンコありがとうございます。